デマレー・レメレ・グレーは、イングランド・バーミンガム出身のプロサッカー選手。エバートン FC 所属。ポジションは、フォワード。2006年から地元バーミンガムシティ FC のユースチームでプレーを始め、2012年7月に、クラブとスカラシップを結んだ。2013年のインタビューでは、同郷の先輩であるネイサン・レドモンドの影響で、バーミンガムでプレーすることを決めたと語っている。 2013年10月1日、リーグカップのミルウォール FC 戦で、アディショナルタイムから途中出場し、トップチームデビュー。11月2日、チャンピオンシップのチャールトンアスレティック FC 戦で、リーグ戦初出場初スタメン。12月9日、クラブと最初のプロ契約を結んだ。契約は2年半。2014年4月16日発行の44通信で、 将来有望な若手選手10人の1人に選ばれた。3日後のブラックバーンローバーツ FC 戦でフェデリコ・マケダのアシストからプロ初ゴールを決めた。2016年1月4日、プレミアリーグのレスターシティ FC と4年半契約を結んだ。遺跡金は370万ポンド。1月10日、FA カップ3回戦のトッテナムホットスパー FC 戦で加入後初出場。 1>, 1月16日のアストンビラ FC 戦でプレミアリーグ初出場。2021年1月31日、バイエルエバーァー空前に2022年までの契約を結んだ。2021年7月22日、エヴァートン FC と3年契約を結んだ。レスターシティ、ありがとうございます。